今日はグレートアンビュランス、これを紹介いたします。はい、グレートアンビュランス、じゃあね、外観の方、見ていきましょう。はい、こちらに、スイッチがあります。グレートアンビュランスシステム起動。スイッチを入れるとここのランプがつきます。グレートアンビュランスシステム起動。前にはね、2人隊員を乗せることができます。ここのボタンでサウンドを変えることができます。はい、続いて、じゃあね、詳しくじゃあアンビュラー1、アンビュラー2見ていきます。じゃあまず、分離してですかね、アンビュラー1、アンビュラー2してみましょう。はい、ここでね、分離することができます。はい、これがアンビュラー1。ヘリにね、変形することができます。ここの前で、ね、ガバッと開いて、このパーツがね、ここでくるっと、向きが変わります。はい。で、パチッと後ろで、くっつくことができます。ヘリにするときは、タイヤの方を取り外します。そして、プロペラの方ですねを伸ばします。はい、これでねヘリホームの、変形の完了ですね。はい、こんな形ですね。プロペラも回ります。はい、そしてですね、ここの前がですね、パカッと開いて、この中にね、車両を1台入れることができます。そして、ここがね、レバーがついてるんで、レバーを上げると中に、搭載している車両が、滑り出てきます。アンビュラー2ですね。はい、巨大基地へ、変形ということで、この後ろの部分がですねガバンと開きます。こんな感じですね。あ、出ちゃった。はい。基地になります。なります。ここでですね、はい、ぐるぐるぐるっとこのここがですね、くる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 と動きます。あとここですね、エレベーターになってます。こういう形でですね、はい、1、2、3台ですね。3台搭載することができます。あと、ここが、ヘリポートになってます。ここには、上にはね、ベッドが、はい、ベッドがね、3つあります。縛うときはここのまた溝をですね、こちらと向きを合わせてパタンと畳むことができます。そしてですね、このコンテナ部分が、取り外すことができます。はい、このようにですね、はい、取り外すことができます。そしてですね、この外したやつが、これですね、はい、これが、ハイパーレスキューゼロとコンテナ合体、そちらになります。はい。ハイパーレスキューゼロのこの後ろの部分ですね。こちらを伸ばしてですね。はい、どんどんどんと伸ばしまして、はい、先ほどのコンテナ状態にしたやつをこのところで、ドッキングできます。ガチャン。はい、そうするとハイパーレスキューゼロとグレートアンビュランス、コンテナ合体、はい、こんな形でね、はい、連結して遊ぶことがねできます。はい、続いてハイパーレスキューゼロと、グレートアンビュランス、連結合体ですね。ハイパーレスキューゼロで後ろも、アンビュラ1とね、同じような形状になってます。そしてここでドッキングガチャッ、よいしょ。こんな長いですね、はい、こんな形になりますね。はい、これで、現場に急行してですね、はい、巨大救急基地に、変形してですね、はい、ハイパーレスキューのトミカ搭載せよ、搭載せよ、積んできた、車両もね、出すことができますね。はい。ヘリ自体も、上にね置くことができます。で、先ほどのコンテナ合体の中に、これで、コンテナ合体ですが、もう一度アンビラー1を、先頭車両にしてですね、タイヤをつけて、車両ドッキングしておきます。そして、はい。ハイパーレスキューゼロのユニットビークルの、胴体をですね、このように、はい、搭載することもできます。はい、以上、グレートアンビュランスの紹介でした。